中の声が聞こえませんが、これ大丈夫なのかしら。私の声も配信載ってるのか、大丈夫かな。まあいいか。とりあえずこの試合見ていきましょう。さあ波動で押し返していきますとにかくこの波動拳がね、ブランカはきついです。とにかくきつい波動を打っていく。私の声大丈夫、はい、ありがとうございます。私の声大丈夫なので、ちょっと小高の反応がないのか気になるが、さあ大きい攻めは立ち置きからの前ジャンプ。さあこれはいいところ飛んでいきました。噛みついて、さあ今回はブランカがリード。赤ジャンプで一旦様子見、リード取ってるのでブランカもちょっと様子見を混ぜられます。ダイローリング、ダイローリング、これは反撃が入りますが体力的に OK というところでしょう。遠目からうまい、あれは昇竜でも多分潰れたと思う。ジャンプショーパンの超先端は昇竜拳に勝てます。さあ1対1、あ、やろう。じゃあまたキック、これは3段ではない、ちょっと対空が難しかった。意識高く歩き昇竜をしようとしたが、ここは出てない。この1回の出てないはかなり厳しいかもしれない。それほどに難しい組み合わせ。当たる、ここは下段ガードシール、あー歴史俺ここで返してきた。昇竜拳、これで一気に苦しくなる中目ブランカ。しかし飛びが1回入るがどうだ。それ当たる、うわー、しかし竜巻だった。昇竜拳ここはきっちり出していきます。